ヘクター・フリオ・デラ・クルーズは、トミニカ共和国出身の元プロ野球選手。日本球界での登録名は、デラ・クルーズ。台湾球界での登録名は、カツロ・ココ。1984年に、トロント・ブルージェイズと契約。同球団の参加マイナーリーグで1990年まで、プレーしたが、メジャーへの昇格はならなかった。 50メートル素5.9秒の瞬速や強権を誇り、外野手、三塁手、一塁手が務められる点などが評価され、二軍で育てる方針で、読売ジャイアンツが1991年1月16日に年俸1500万円で入団契約を結んだ。同年は、両諦玉者や、フィル・ブラッドリーも巨人に在籍しており、外国人枠の制限もあって、 開幕は2軍で迎えた。両の打撃不振で5月17日に1軍に昇格し、翌5月18日にスタメンで1軍初出場を果たしたものの、5月24日に1軍登録を抹消された。2軍でも35試合で打率26。267、一本類だと成績が低迷していたことから、将来性に乏しいと判断され、7月15日に、 解雇が決まった。なお、ブラッドリーも打撃不振だったことから、デラクルーズの後任として、デニー・ゴンザレスが入団している。1992年から1993年までは、中華職業棒玉連盟の兄弟エレファンツ。1996年は、コーノーブルーズでプレー c p b l では、遊撃士を務めることも多く、ユーティリティプレイヤーとして活躍。 1997年から1999年まではメキシカンリーグでプレーし現役を引退した。2006年から2012年までアリゾナダイヤモンドバックス参加マイナーリーグの監督を務めた。ありがとうございます。